はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは、菊池雄介と申します。今日は、春休みトークコンサートということで、ちょうど桜も今日あたり東京都内満開になっていまして、非常に気持ちのいい、朝、皆さん、ここにいらしてくださったと思うんですけれども、今の曲は朝の曲ではなくて、今スクリーンに美しい映像が映し出されていたように、基本的に夜に出てくる月というものの光を思わせる、そういった曲だったんですけれども、皆さん大体の方は東京からいらしていると思うので、東京近郊ではなかなか月の光というものを意識する機会というのはないんじゃないかなって気がするんですね。で、僕自身も東京出身なんでよくわかるんですけれども、大体本当は夜っていうのは、月が出ていない夜というのは本当に真っ暗で、本当にちょっと前にいる人の顔もよくわからないぐらい、本来夜っていうのはそれぐらい真っ暗になってしまうものだったんですね。で、そんな、真っ暗なところでも、月がですね、出ている時、もう満月なんて言ったらもうそれは本が読めるぐらい実は明るいんです、夜とは言っても。で、もともと夜というものにはこういろんなイメージがあると思うんですけれども、音楽っていうのは決してその情景そのものズバリというのもこう音で決して表すことができるわけではなくって、音自体が語っているというよりは、その音楽の音を聞いたことでこう皆さんが今までに経験した、体験といったもの、そういうものがこうイメージとして皆さんの頭の中に浮かぶと思うんですね。ですからこう出ている音楽っていうのが表しているものってのは決して一つではなくて、こう皆さん一人一人の体験に基づいたイメージっていうのがこう得られるような、そういう演奏ができれば僕ら一番いいなと思っているんですけれども、それでちょっと時間が長くなったんですけど、ドビュッシーという作曲家はですね、今まで、今日聞いてきてくださった作曲家よりもどの作曲家よりも新しい年代の人なんですね。19世紀の末期に生まれまして、20世紀の初め、今から100年ぐらい前にこう一番ちょうど活躍していたそんな人です。ですからモーツァルトが200年以上前に亡くなっていて、メンデルスゾーンが生まれて200年でというような、そういう人に比べればずっと現代に近い人です。ですから、もしかしたらドビュッシーの頃の月の夜っていうのは今ほどは明るくなかったでしょうけれども、 ですけど、そんな真っ暗ではもしかしたらなかったかもしれません。この人はドビュッシーという人はパリの近郊のサンジェルマン・アンデという町で生まれてまして、ですから比較的都会に近いところで育った人ですね。フランスを20世紀初頭のフランスを代表する作曲家と言われていて、ドビュッシーとラベルっていうのはよく上がってきます。はい。で、ピアノの音っていうのは本当に、現在皆さんが聴いているこの幸いのこの大きなピアノのものばかりではなくて、もちろん先ほどお話にあったようなモーツァルトの時代のピアノとか全然違うものだったんですけど、ただ現代のこの楽器っていうのは非常に残響が長いんですね。で、ドビュッシーの使っていた楽器もほとんど現在のものと近かったんですけど、とにかくこの曲は長い音が多い。この伸びているこの残響、これを聞くことから何かこうイメージしてくれたらいいなと思うんですけども、夜っていうのは本当に音がよく響きまして、その日夜の闇の中にこう月の明かりがこう照らし、いろんなものを照らし出して、その光がこうなんていうのかな、その光によってこう空間が満たされている感じっていうのがこの音の現代のピアノの残響をうまく使って表されていると思います。はい。で、今のが月の光という曲でドビュッシーの初期の代表作なんですが、今度打って変わりまして、銀色の魚っていう曲を演奏させていただきます。
で、まあ、金色の魚っていうと何だろうと、金魚かと思うかもしれないんですけど、まあ、必ずしも金魚ではなかったみたいなんですね。ドビュッシーが、万国博覧会で見たと言われている漆に描かれた絵ですね。 金箔の粉で描かれた絵の、まあ、だからこれではないんですけど、これイメージとして2匹の鯉がいたというそういう絵があるんですけれども、それを見て着想を得たそうです。で、まあ魚っていうのは皆さん見たことあると思いますけれども、非常にこう突然ピチャピチャピチャってこう動いたり、止まってみたり、なんかこう非常に急速な動きをするんですね。ですからそういう様子っていうのがこれから演奏する金色の魚という曲ではよく表されていると思うんですけれども、でここに描かれている、まあ、これ北斎の絵ですけれども、金魚だと思うと非常に、小さい魚が多いじゃないですか。だから金魚だと思って聞くと非常に野蛮な金魚のように聞こえるんですけども、でも実際はそうじゃなくて大きな鯉を、イメージして描いたみたいなんですね。それで1匹ではなくて2匹いるんです。で2匹いるわけで、まあ、その2匹の鯉がどういう関係なのかというのは、まあ、ちょっと何とも言えないんですけど、まあ、遊んでいるのかもしれないし、戯れているのかもしれないし、喧嘩をしているのかもしれないし、何をしているのかわからないんですけれども、こう突然動いたり水が跳ねたり、そういった様子っていうのがこう、そうすると水っていうのは、波が立つとその表面にこう光が反射するとキラキラキラって輝いたりするじゃないですか。そういう様子もおそらく表しているんじゃないかなと思うんですね。なので、まあこの絵を見ながらというよりは、どちらかといえばせっかく出していただいているんですが、目を閉じてその光景を想像しながら聴いていただけたらと思います。金色の魚、それじゃあ演奏します。
皆さんの中の魚はどんな魚だったかなと思いますけれども、こういうふうにドビュッシーというのはこう非常にありがとうございます。ありがとうございます。本当にこう現在のピアノのこの素晴らしい楽器の性能というのを非常に生かした曲をいろいろ書いたんですね。これから皆さんもいろんな人生を歩んでいかれると思いますけれども、そういう一つ一つの体験と音楽ってものが結びついていくようにこう心が豊かに育ってくれたらなと思います。ありがとうございました。